今日新型コロナの1回目のワクチンを受けてきました。現在ワクチンは16歳以上が接種可能で、ワクチンを接種する会場はご覧のようにショッピングモールの一角に設けられています。州内の数カ所に指定されたワクチン接種会場があって、電話またはオンラインで予約をすることで接種が可能になります。ワクチン接種会場の中の様子です。初めて接種する人と2回目の接種をする人ではラインが分かれており、初めて接種する人は登録を済ませた後、ワクチンを受けて15分間待機の場所で安静にしています。接種の前にこれまでアレルギー反応がなかったか、またはコロナウイルス PCR 検査で陽性と判定されたことはなかったかなどの問診を受けます。どうだった？痛かった？全然。本当？本当に痛くない？俺怖いんだけどさ。バカじゃないの？16歳以上は接種する会場が限定されており、また接種できるワクチンもファイザー製薬製のワクチンに限られていました。注射が大の苦手な私は最初からビクビクしていました。心配していた注射の痛みもほとんどなく、注射自体はあっという間に終わりました。2回目の接種は最初の接種から3週間後になります。4月22日現在、アメリカ国民の約 40% の人が少なくとも1回目の接種を終えているのに対して、日本ではまだ 1% の人しか接種を終えていないことにとても驚きました。ワクチン接種後は会場で15分間安静にして、それから会場を退出することができるようになります。最新のテクノロジーを用いて作られた新型コロナウイルスのワクチンがどのように作られたかを紹介するビデオを説明欄に貼っておきましたので、興味のある方はご覧ください。